皆さんこんばんは。トコムスクエア TV の時間がやってきました。今日の解説はコモディティインテリジェンスの近藤正雄さんです。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。暑くなりましたね。はい、26度、ね、今日は24度4度そう、暑いね。もう春、はい、いやでもあの、もう桜さ、落っこっちゃった。はい。桜はもうほとんど、葉桜になってましたね。テニスやりながらもうパラ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 、雨の。でもね、それがまた綺麗だったりするなと思って、この舞い散る桜っていうのがね。桜散る。風情があって、いいじゃないですか。落ちたみたいなね。はい。はい、あの、今回から、まあ、新学期ということで、ね。あ、そうでございますね。今日ね、新学期っていうか、新しい。そう、4月2日生まれの人が最初なんですよね。1日は前なんですよね。そうなんですよね。俺のいとこは1日だから一番最初。そうなんですか、うん。でもなんか4月1日生まれの人ってなんかこう、得な感じがして。エイプリルフールですよね。お誕生日お祝いしてもらえないのかな。そうそう。で、あいつのところ行ったんですよ。行くとこのところに呼ばれてね。はい。自転車があったから見に来いって、小学校の頃。はい、その友達ですか。で、1時間ぐらい待ったら、いとこにね、ずっと待ってたんだけど出てこなくてさ。はい。いとこも出てこずに。うん。それで最後の方に出てきて、今日はエイプリルフールで、あーはーはーって、1時間損した。はい、はい、どうも。今日も噛み合わない話題からスタートいたしましたけれども。はい、さて、今日の、はい、先に東京市場の価格とかいろいろありまして、はい、まあ、それから、金とメインはこういうタイトルでありますと。うん、すね、はい、そうですね。じゃあ、まず金属の価格、東京市場でございますが、はい、価格の動きをまず最初に見ていきます。はい、はい、1月5日を頂点にして、だいたい下がって上がったって、まあ、今14倍、プラチナとパラジウムはずっと下がりっぱなしですかね。横ばいですね、はい。石油の場合は1月10日をピークにしまして、下がって、また横ばいで、ちょっとまあ、波打ってるっていうところで、ちょっと最近上がっていきました。先週見てるとちょっと上がってる感じですよね。はい、そうですね。穀物は、冒頭しまして、これは後でも出ます、シカゴの価格が上がったからですが、はい、これはあの作付け移行面積ってやつが、インテンションってやつが、うん、なんていうか予想外に、全然アウトロックよりも多く、から、アナリストの予想よりも、突拍子もなく、ごめんなさい、少なかったんですね。はい。ですから、急騰しました。うん、作付け面積。ただし、同時に出ました、はい、3月31日時点の、在庫ですね。これは多かったんで、ちょっと上がってまた下がるんじゃないかなと私は思ってますと、うん、はい。ちょっと前に暴落したあのゴムも、はい、また少し上がってきましたね。これはまあ、はい、まあ、今やってますね。今日も1228品目か。はい、中国が、アメリカに対して、はい、反発しましたということもありますが、中国の自動車販売が後で言います、プラチナのところで言いますけれども、良くないんで、うん、そんなこともありますけれどもね。はい。金価格は右肩上がりで、うん、直近ではドル高、ユーロ安になったんで、ドルが、ドルに反比例してますから、金は暴落しました。はい。暴落ってことでもないですけどね。プラチナ価格は先ほど言いました、中国の2月の自動車販売台数が悪かったんで、まあ、うん、これが原因で下がってますと。ですね、はい、パラジウムもそうですね。うん、それから、原因は、2017年初めからの原因でございまして、こっちは今、ドル建てのお話になってますね。先ほどからドル建ての話になってますけれども、はい、昨年初めから大変になってますよということですね。うん、ちょっと直近では下がってますね。で、シカゴの。はい、先ほど言いました。はい、穀物価格ですが。急騰してますけどね。はい。これは、作付け面積の作倍率、プライスで上昇しました。誰もわかんなかったんですよね。本当予想外だったんですね。そうですね。農家の集計をしまして、まあ、5000人ほどいる USDA のフィールドワーカーがですね、はい、各農家を回って足し算したやつが、まあ、皆さんが基準計算で予想したよりも少なかったってことですかね。はい、あの、綿花とか、小麦に移っちゃったんですね。はい。はい。ダウ平均と日経平均です。これは下がって、反発はちょっと、はい、最後のところはちょっとしてますけどもね、まあ、トランプさんがいろいろ、交代させてますよね。人事を変えてますんで。政局の不安と。そうですね。アメリカがどうなるか。はい。はい、まあ、アメリカの11月の中間選挙どうなるかってことが、まあ、一つのあれなんですけども、はい、トランプさんはそれに向けて一生懸命やってました。評価を二分されてますね。結構あの、支持率はちょっと上がってきたんですよね。はい。トランプさんの。はい。
はい。そしてドルインデックス、はい。ドルインデックスは横ばいになっちゃいましたんで、はい、これまでずっと下がってたんで、金は上がってたんですけども、このところ来まして、ドルが横ばいになってまして、まあ、高くはなってないんですが、ギッタンバッコですね。してますから、シーソーのようになってますから、こうなってますと。それにつれて、円高もずっと行ってきたんですが、3月23日ですか、ここを頂点にしまして、また反落っていうんですかね、円安の方に触れてますと。ドルから言うと逆なんですけども、はい。はい、そして価格の動き最後は、ユーロドルと人民元です。ですね、はい。これはまあ、なんていうか、ユーロがずっと上がってきたのが今横ばいになってますということが特徴ですね。人民元も同じチャートになってますね。よく似た動きをしてますということですね。はい。ということで、ね、はい。冒頭は、まず今日のメニューと、そして価格の動きをご覧いただきました。はい、この後、今日は金と原油、はい、それぞれお届けしていきますので、はい、はい。そちらの方もぜひご覧ください。では、一旦失礼します。はい、